にちは、ギタースカッシュのゆうやでーす。殺し屋の大塚達也です。いやー、今日はね、ゲストに殺し屋の達也さんをね、お迎えしてね、お送りするのでね、実はね、僕のね、あの iPod Touch がまずなくなっちゃったんです。でね、ああないなないなーなんて悲しんでたらね、さらにね、携帯の方も壊れちゃってね、自分が使ってる、あの、うん、au 使ってるんですけどね、あのガラケーからフォグバーになりました。いや、インフォバーだろ。あ、インフォバーが、うん、インフォバーやべえ、殺し屋殺し屋ってのはいいね。でね、兄ちゃんに相談したんですよ。昔持ってる携帯くれよって。そしたらなんとこちら見てください、2台持ってきてくれて、こっちが新しいやつなんですけど、こっちはテレビ見れないか、見れるからお前にはあげないかって言って、そう、俺はね、本当に自分が出てた逃走中もこれで録画したし、あとね、ビッグダディ絶対ちょっと見てる。殺し屋がビッグなデータを、これは。やめて、無理だ。ということでね、僕はね、この au ショップに行って SIM をね、解除していただいて、うん、これからこれを使っていこうと思います。うん、でね、うん、あとね、それに対して、だからその僕は、あの、プレゼントとして、お兄ちゃんにこれ、あの、いろいろ買ってきました。え？この携帯どうもありがとう！マジで？俺、あれ欲しかったんだよね、ちょうど。何？その、手最近寒いからさ、その、手袋。スマホ手袋みたいなの欲しいなと思ってた。間違いないね。やっぱ兄弟ですよ、私は。スマホ手袋だー。マジかよ。こんないいでしょ。あとね、あと、そんなバカな。あの、お前がさ、うん、こう、iPhone Touch でさ、iPod Touch あれでこう撮影してたじゃん。あ、固定するやつか。固定するやつ。あれ欲しかったんだ。ヒュードロー。いやー、もうびっくりすぎて大げになっちゃった。殺し屋じゃなかったのかよ。なんで殺されちゃったんだよ、殺し屋が。ありがとう、兄ちゃん。ありがとうございます。それでは皆さんにね、あの、みんなも見てないと思うけど、今日はじゃあこの最後になる、もう後で A ショップ行くんで、この最後になる、僕、この携帯がどんな状態になってるのか。やめだよ。インフォバーからどんな状態になってるのかっていうのをね。こんなにガッチリ固めてんだからさ、うん、やめだ。俺のだってもうもしかしたらできないかもしんねえじゃん、もう使えないかもしんねえじゃん。その場合は我々、あの、誰とも一切連絡が取れなくなるので、これが最後の皆さんとの会話になります。えビッグダディもう見れなくなるじゃん、お前。いや、これはもともと見れない。見れるかな、覚えてる。ビッグダディそんな見てんすか。そろそろ好評ですね。ビッグダディっていうのはね、やっぱりその結構やらせ疑惑もあったんですけど、はい、やっぱやら台本書いてる人結構面白い人なんで、うん、やらせたとしても、はい、そうだね、だから結構いいんですよ、あれは。あ、それでセカンドの動画として長らくお待たせしました、僕の最高傑作を お見せしましょう。こちらが僕の携帯です。うーわ、大丈夫。まずね、横から見て、こんなまっすぐなの見てください。本当だ。で、これ閉じますよ、閉じようとしますよ、閉じようと。大丈夫、大丈夫する。うわ、やばい、もうそれ線で繋がってんじゃん、線で。もう線だけで、この線が切れたらもう全部出たくなるから。やめろ、お前。え、前からそんなだったっけ。いつそうなったの、なんでそうなったの、うん、多分俺が逆にパカッとやっちゃったんだよ。なんでだよ、なんでだよ。逆にパカッとやっちゃった。それダメだよ。皆さん気をつけてね、こういう風になっちゃうからね。そう、もうパカパカじゃない、カパカパだよ、ね、ん、カパカパじゃない、ん、どういうこと。パサパサだ、パサパサ。パサパサでした。ヒュードロドロ。パサパサ。パサパサ。